そして藁。さあ、藁にやっとついたけど。藁。やめろやめろ。おー、何？こんな救護試合の支えで本当に大丈夫なの、パパ。パパ。パパじゃないか。父親の大工七国の腕前を信じろよ、姿勢。今からウィンチを回すからな、何かあったら知らせろ。お父さんの日常大工ってのはさ、うん、うまいもんだ、世間一般的に。うまいかどうかは別として、好きなもん。なんか休日の、あ、見えてきた。なんか休日のお父さんは、それをやるっていう、なんか、ロボ？何が？ロボットじゃない。何？ロボットじゃない。タツノオトシゴみたいな。ロボットだよ。なんかさ、あ、ダメ、支えが折れてる、パパ。ロボットだよ。ロボット？ああ、いかん、手を離して逃げろ。姿勢、巻き込まれるぞ。姿勢が、姿勢が、姿勢が危ない、姿勢が危ない。おぉ、ちょっと待って、ちょっと待って、今絶対間に合ってない。すっごい触ってる。絶対間に合ってない。すっごいいろんなとこ触ってる。ありがとう。君かわいい。出て。早っ。今もう完全に姿勢ちゃんは、うん、ね、姿勢ちゃんはもうこのドラム缶やられた。うん、やられた。やられた。完全にクリーヒトです、ね。姿勢大丈夫か？パパ、この人は助けてくれたから。吊り橋効果っていう心理状況がありまして、はいはいはい。そうね。お前がバイクの人って、バイクなんだ。あれ、バイクなの？ロボじゃねえ。ダメ。でもバイクだよ。バイクなんだって。あ、横にこうやって向くとさ、エイリアンに見えるよ。あ、見えないことはない。なんか錆びてるからだな。錆びてんだ。錆びてんじゃないの、これわかんないけど。貴様いつまでもわしの娘の上に乗っかっとる気だ。いつまでも。いつまでもですね。いつまでも乗っとる。ずっとですね。はい。間違いない。お父さんさえ良ければこのままず。夜とは言わず昼まで。までもずっと。うん、結構美味しかったし。まあ、な。まあ、ドラム缶ジューロってやら言ったんだ。あ、ジューロ、うん、あんたもそう思うだろう。こんなうまいもの食ったことない。まあまあできます。こんなうまいもの食ったことない、ほんとに。やばい、これまず。姿勢やばい。はい、お薬。お茶。あ、わしの薬。お茶。パパは私のこと助けてくれなかったもん。本当だよ、そのパパなんかどうでもいいよ、本当に。いや、そう。俺とこに来い。この嫁さんになりそうだな、お前は。そんなことないです。ベーダ。姿勢いいね。ベーダ。姿勢いいね。ベーダって言われやんねえよ。ベーダって誰か言ってください。あ、それもステロタイプだな、本当に。ベーダ。そんな、実際そんな女いたらすげえなんか。あれだぜ、絡みづれえぞ。あ、動かせる。絡みづれえぞ。あなたのことドラム缶で呼んでいい？ダメ、絶対に。俺のことはもうダーリンかマイハニーって呼んでくれないと。ダーリンがいます。あ、ダーリンがあんじゃん。お前はあれか。いや、ちょドラム機もいいんだけど。トラム、トラウマじゃなくてなんだ。何？デジャビュ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 ？ダーリン。あ、俺前もこんなことあった気がする。エスパー。俺ダーリンって呼ばれてた。俺ダーリンって呼ば、あ、前世俺ダーリンって姿勢呼ばれてたから、あ、姿勢のこと俺知ってるもんだって。知ってんだ。知ってる。おバイクが綺麗になってる。綺麗だ。しかしまあ随分と生かすバイクだね、これ。もしかすると俺のバイクかも。そうだよね。うん。調子いいこと抜かし上がるというペラ方面。あんたのバイクじゃないの。もしかすると俺のバイクかも。朝起きてみたらこいつの鼻先が水面から突き出てやがってな。やっと水の中から引っ張り上げたってわけだ。あんたの目の前でな。確かにな。どうにこいつは滝の上から落ちてきたんだね、どう考えても。滝の上。滝の上から？ほら。滝つぼの前にはタイヤの跡も何もなかった。走ってきたんでないんだろ、落ちてきたんだろ。まあ、どうしてっていうか、俺んだろ、これ、どう考えても。じゃね？どこかのバカ力野郎が、わざわざこのバイクを持ち上げて運んできて滝つぼの前。なので、だから、滝の上には何があるんですか？滝つぼにから流れてきたんだろ、俺らが。俺が。だから、あれだよ。滝の上から来たんだよ。俺とバイクで走って飛び込んじゃった。あ、チキンレースしたの？わかんない。あれでしょ？あれでしょ？知ってる。チキンレースかな？ブレーキを踏むと、うん、このた、この後の何、海というか滝は、うん、手前の方が浅瀬になって、うん、奥が深いから、はいはい、あえてブレーキを踏まない方が安全に助かるっていうやつだろ？ああ。そうそう。で、はいはい、逆に踏み込んだってやつでしょ？で、それで結果的に、うん、最終的に、闇の、なんか、ドワッカーやつみたいな。いいよ、もうそれで。僕だと思うな。好きなだけそのバイクを調べてみやがれってんだ。あ、バイクじゃなくて姿勢を調べない。姿勢を。ま、姿勢を。そうだな。姿勢を調べて。あちこち。あちこち調べて。姿勢を待ち。そう、ガードが硬い。なんだな、姿勢のハンドルを握って、まずハンドル握ってみる。姿勢のハンドル、姿勢がハンドル、まあいいや。ドラム缶ジューラーはバイクのハンドルを握ってみた。一番まずい。ハンドルはさ、すっぽりと背に収めて懐かしさ。ほら、絶対折れんだよ。
バイク乗ってたんだよ。ほら。前世ね。前世じゃない。だから前世で姿勢と。あ、ほらほら。記憶を取り戻すに新たな情報が加わりました。マジっすか、うん、あちこち喋ってる。あ、見れる？あ、あのドット絵では分かんなかったけど、ランチ集まれてんのね。バルカ機関銃乗ってますよ。ライトマシンガンだぞ、これで。お、ミサイル付きだよ。すげえな、このバイク。なんだこれ。これすげえな。これどっかにさ、近づくと名前とか書いてあるんじゃない？エドザンって。エドザンって。すんげえいかついバイクだね、それ。あ、分かった分かった。三条とかそういうやつでしょ。そういうこと。上等とかそういうやつでしょ。うん、もうその辺にトップオフ持ちてるよ。あ、つぼに。あ、それでチキンレースやらされたんだ。そうだろう。分かった分かった。納得納得。欲しいよ。欲しいっていうか俺んだもん。くれくれ。修理が終わったら売ってやってみて。あんたが買う、買うやつによらない。あんた死ぬの運転だからな。この体験持ってないよ。5000とか130しかない。130負けてくれ。130G ってお前結構な大金だぜ。ほんとだよ。相当頑張ったね。そうだよ。あれだよ、お前酒飲みない方だよ。うちに泊まってくれるって。泊まってくれるんじゃないの。泊めさせてくれる。何が姿勢が。違う違う、ここのうちに泊まんだろ、俺が。どういうこと。で、姿勢をなんとかするんだよ。この一晩で、今夜一晩で、うん、考えて、あ、だから、ね、こいつが考えてる間に、なんとかすればいいんだ。あー、システムね。え、何だあり？ほら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 。これはもう。え、もう、寝る？確かに寝るんだが、うん、講義の意味では寝るんだが、そうそう。厳密に言えば寝ない。まだ寝ないよね。うん、あ、そうだ、眠かった言っても。いや、眠くはないんだけど、眠くはないんだけど、でも、姿勢もまだ眠くないでしょ、昼、うん、だし。だ、行為の意味では寝るんだけど、ね、厳密には寝ない。そうそうそう。で、とりあえず、まあ、そうだから一応ね、行為として、そうそう、もう寝ると言いますよ。そうそう。行為の意味では寝るんだけど、うん、もう寝たふり。そう。おやすみ、ダーリン。ん？プーン。どうした？蚊が3匹現れた。蚊？ドラム缶は血を吸われた。ドラム缶は血を吸われた。ドラム缶は血を吸われた。3回ってこと？え？何を？蚊に吸われるとなんかいかんのか？3減ってる。あ、体力3減ってる。あ、おはようダーリン。すげえな、この娘。昨日はお楽しみでしたね。そうですね。これママとお兄ちゃんのパパ。ちょっとヘビーな話ですね。そっか。思ったよりヘビーな感じだな。じゃあ息子のダニエル、信じられたな。どうなの息子がダニエル。当たったりモンスターハンターなんだよ。ん？慣れたの？慣れたのがすげえよ。慣れたのかな？え？あれ、なんとか村行ってきたのかな？かっこつけて無理をして。カジマでーす！カジマでーす！カジマでーす！カジマ、あ！ドラマごめんなさいってうるさいよ、うるさいよ。それはかっこ悪いね。あんたもハンターなんだよ。それはかっこ悪い。ダニエルのわしの息子の仇を取ってる。それはかっこ悪い。パパ、そんな無茶なことをお前黙ってろ、すせ。ドラマ、ドラマ銃だどうか息子の仇を撃ってやってくれ。なんでしょ、なんでしょ。わかんねえ、突然なんか、姿勢を助けてくれたから、ついでに助けてくんねえかってこと。ちょっとあの場合、あっ。あー、ってことか。あの、素材とか集めなくてもいいのか。うるせえな。カタキの怪物とは、それはあれですか、耳破壊するやつですか。ユメボマさん、トキングのモンテッドモス。マジで耳栓か。ダニエルはユメボマに殺されたんだ。ユメボマ、作れるか、ドラゴンジュロー。じゃあわしもオギノギのバイクを走れるな。カタキぶったらすぐに知らせに来てくれよ。頼んだぞ、ドラゴンジュロー。ダニエルのカタキ撃ちを失礼しました。詳しくは冒険会で。はい、います。あ、なんかいる。何？あ、あいつじゃん、金髪の。あ、ホワキンくん。うん、だから無理だって言ったんすよ。フィエルダの銀色の娘が藁の町に嫁に来るなんて。いいじゃん。ありえねえですよ、ホワキン坊ちゃん。坊ちゃまだった。そりゃ確かにどえらい別品なのはみんな知ってますけどね。なんたったってあれは世界一のわがまま娘だし、あんな女を嫁にしたらどんだけ苦労するはめになるか。コラのことを悪く言うな。俺が惚れた女なんだぞ。いくつ、ホワキン。あー、もうこんな時にダニエルのやつが生きててくれたらな、本当に。ダニエルは俺が殺した。あ、やっぱりあんたはあの時クライングママにいた。そうです。名前は確かなんだっけ、ドラム缶ジューロ。なぜここにいるんですか。あんたこそなぜここに。ここは俺の故郷さ。藁で生まれて藁で育ったんだよ。へえ、入りたい。町に入りたいって。いいとも、あんたなら大歓迎するよ。お前はそんな権限があるのか。なんでだ。ドキンボッチャマの知り合いで。ああ、この男は強いぞ、恐ろしく強い。そう、
おお、こいつがそんなに。で、バトルか。バトルだよ。腕前が見たいんだよ。そういうことだ。まずは腕前を見せてもらおう。この男を待ち入れてやってる。俺は屋敷に戻る。屋敷にな。屋敷だぞ、屋敷。でないとお袋さんに張り倒されちまうからな。張り倒されるってすごい。張り倒されたことはさすがにない。さっき張り倒されてたよね、おわきそうだよね。おわきそういえばさっき張り倒された。間違いなく、ね。2車線分。あんたおわきの若さも知り合いだったわけ。ちょっと上げなきゃな。おい、お客さんの声。2車線分張り倒されるよ。おお、あ、何？車のことなら何だもござれ。モーターショップよ。やった来た。来た、俺のターン。いらっしゃいませ。やったやった、車。足元じゃん。おいら、車の修理屋だ。昔ここにベルモンドって車修理の名人がいたらしいよ。でも、スクーターグ、ん？スクータロー。奥方様と何やらって、ここからお聞きもされたのってさ、ベルモンドさっきここに上げてる声ってね。はい。お、レンタルタンク屋！レンタルタンクのお店です。はい。あら、お客様、レンタル契約はまだみたいですね。契約しないとレンタルタンクは借りさせませんが、今契約しちゃいます。認可会費、年会費、無料です。本当ですか？はい。無料なんですか？はい。じゃあ、ちょっと登録しますけど。しました。どうしたらいいですか？こちらに目を通してください。はい、ポイントカードとかくれないですよね。はい、レンタルタンクはお金がなくて買えます。本当に？レンタル会費変えてる間、お客様が稼いだお金の中から、ちょっとだけ分け前をいただくことになります。ああ、なるほど。つまりお金、お客様が儲かると私ども儲かるという仕組みになってます。うまいですね。レンタルタンクの武器や装備は変更できません。レンタルタンクのシャシーやパーツの状態には気をつけてください。シャシーやパーツのどこかが破損した場合、レンタルタンクはその場でお客様に落として、お客様を落として自動的に回収されます。あ、なんか罰金とかないのね。そうだね。はい、ご苦労様でした。では続きを、手続きを始めますよ。ポンポンポン。はい、これで終了。すげえ。ここを覚えるまでにね、レクチャーってのがあって、ちゃんと。まあな、いろいろやったんだろう。帰ろうぜ。借りる借り戦車。うん。レンタル1号。よし、お借りよ、借りよ。無料つったよね。ちょ、レンタル。レンタルタンクはお金がなくても借りられます。はい、わかりました、はい。お金がなくてもいいですね。この代わりレンタルタンクを借りてる間は、はい、借りた場合はお金の中からちょっとだけわかる。はい、モンスターを倒して10もらえるところの5もらわれるとかそういうことですね。そういうことですよね。まあ、5号ってことはないでしょうけども。え、10位、はい。変更できませんね。はいはい、で、借りましょうか。借りましょうか。借りる。え、ってことは、今俺たちは、借りれる戦車も1台もねえ、こいつに会員登録させられたと。あたかもレンタルが無料で今すぐ借りれますよ、みたいな。そういうニュアンスで。これ超欲しいじゃん。これくださいよ。訴えてやる。これにさ、訴えてやる。江戸残酷って書こうぞ。これさ、戦車ってさ、二人乗りとかなんでしょ？なんか。すごい狭いんだよね。二人じゃない。もうちょっとある。マジで、うん、乗れるでしょ？姿勢と二人乗って。そうだよね。うちゃいちゃしてさ。で、戦車だから揺れないから。でも戦車の中熱いらしいよ。いいじゃん、熱いの。重さ8トン。揺れないところがいい。状態大きいじゃん。なんで？45ミリ砲と 7.7 ミリ。基準。強えな。45ミリ砲つったら。45ミリだよ。すごいよ。かの有名な、サイドなんとかのあいつも求人機だからね。半分ぐらいの威力ってことだよ、あいつの。そして貸し出しできません。ふざけんなね、マジで。おい、見たか、そこのポスター。見てな。あ、選挙のやつ。選挙か。選挙。ブレード2、4.9万。そしてポスターに貼り出されるのは、ってるのは、賞金繰りモンスター。はぁ、あ、はぁ、あ。もしこいつらに出くわしたら、私なら逃げるわ、1万。じゃあなんでお前そんな決めユンボマ、あーさっきのダニエルの方行ったやつだ。ほい、え、こいつ V 破壊はどこに足だろ。まず足だろ。あとショベルじゃん。ショベルだろ。あとタンクじゃん。ショベルは切断だろ、あれ。おーベヒモルスいた。3000のやつなんだ。それ強えわ。あ、こいつモンテックだったのね。うわー、2000とか書いてある。130だから無理じゃん。これは何？星の森にあるコードリングになるの。あ、何も分かんない。え、なんで見れるの。ベヒムースは川を下った先の敵の所に守されてる。いました。車がないなら戦いを挑まない方がいい。なるほど。そこまで分かんないやっけ。 あ、違う、賞金ってことだ。そういうことだ、そういうことだ。書いてあったじゃん、さっき、はいはいはい、今週のターゲット。今
種カニランちゃんを2体倒す依頼がございます。なになになになどこどこどこカニランちゃんは2体倒せばいいんだって。やった、いけます、いけます、いけます、カニランちゃん2体。はい、頑張ります。知性のアプローチで頭がいっぱいの江戸踏みに反して進んでいくメインストーリー。ホアキンの一言で町に入れてもらい探索を続けてみると、新しい施設や商品や依頼、そして酒場で見かけたお大臣、芝居にはメロインの中から何か出てきやった。次回第4話、初めてのお使い。